室戸、廃校水族館は、高知県室戸市室戸岬町にあった旧室戸市立、椎名小学校を改修して、2018年4月26日に開館した水族館。運営管理は、特定非営利活動法人、日本ウミガメ協議会のメンバーが行っている。海水魚など、約50種1000匹を飼育しており、すべて地元漁師から譲り受けたもので。 規模が小さいながらも希少性の高い魚類や大型の海洋生物などが搬入されることが多い。伊勢エビ、ナマコ、ウミガメモーリ一部は来場者が触ることもできる。室戸市が廃坑を利用した活性化を目的に5億円を投じて整備した。日本ウミガメ協議会は2001年より室戸市で実施している学術調査を発表する場としての活用と、その間に、 市内の小学校が2カ所も廃校となったことを惜しむ心情から運営を引き受けた。廃校という名称はそのこだわりから付けられたという、日本各地で増える廃校が活用可能なことを知ってもらう狙いもあった。客寄せの目玉となる、飼育動物がいないにもかかわらず当初の予想を上回る訪問客を集め、開館から3ヶ月に満たない7月22日に、 累計入場者が3万人を突破。3ヶ月半が経過した8月11日には初年度目標だった4万人を突破した。その理由として廃校へのノスタルジーや他の水族館では感化されがちな種類の魚介類を時間をかけて見ることができる点が挙げられている。同年10月30日には10万人の大台に乗せた。2020年は 新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため一時、休館したが5月中旬に再開し、開館からの累計入場者は6月時点で32万人を超えた。休校舎の教室に設置した水槽や球で洗い場、及び25メートルプールに、魚介類が展示されている。展示されている50種、1000匹以上の海の生き物は、地元漁師の低地網にかかったり、 職員が自ら釣ったりしたものが大半である。25メートルプールでは、種目ザメをはじめとしたサメやエイが大型の円形水槽では、サバなどが飼われているほか、元の教室内には、コンズイ、ミノカサゴ、ウツボなどがいる。指定管理者となっている、団体名にもあるウミガメも飼育されている。生態展示の他に、深海魚やミンククジラの標本も展示されている。 高知県室戸市室戸町五町533の二年中無休で朝9時から夕方17時まで。駐車場は車30台、バス2台。TV 番組日本の力で高知放送制作の175バカがおらんと始まらんよおじいちゃん、漁師と廃校水族館が2019年6月1日に放送された。 ABCDEFG 読売新聞読みホット2020年6月10日一面日本探検、室戸廃校水族館魚の学校を蘇った完成 ABCDE 高知室戸の新たな観光スポット小学校をリノベした室戸廃校水族館に行ってみた高知家の ABCDEFG 四国の議論アイドルもいない廃校水族館 予想外のヒット、その理由は高知、室戸の館長に聞く。産経新聞。https://www.sankei.com/.west/.news/.180626/.wst1806260001-n1 と html2018 年9月25日閲覧 高知県室戸市の室戸、廃校水族館3万人学校のにぎわい復活。高知新聞。https コロンスラッシュスラッシュ w w w k o c h i n e w s c o j p スラッシュアーティクルスラッシュ20255スラッシュ2018年9月25日閲覧。高知県の室戸、廃校水族館4万人3ヶ月で初年度。 目標突破。高知新聞。https コロンスラッシュスラッシュ w w w k o c h i n e w s c o j p スラッシュアーティクルスラッシュ206635スラッシュ2018年9月25日閲覧高知県室戸市の廃校水族館半年で10万人11、4人イベント。高知新聞2018年12月27日。 閲覧。高知県の室戸廃校水族館来館者10万人超え、両馬章にも選出、日経 MJ 長官2018年11月14日2018年12月27日、閲覧。バス停留除名変更のお知らせ高知東部交通2019年1月27日、閲覧。放送日は、キー局と地方局では、多少のズレがある。 協力は、文部科学省、総務省、中小企業基盤整備機構、JA。出展は、175バカがおらんと始まらんよおじいちゃん、漁師と、廃校水族館、ウェイバックマシン、公益財団法人民間放送教育協会。ありがとうございます。